本気出しすぎちまった。私のズボラな身内が通販で買ったんだけど、全然使わないで部屋に埋もれてたの。もったいないなって思ってさ。要するに、いらないもの。でも、ルドガーの役には立つと思うよ。絶対。でね、真面目に返したおかげでマックスバードまでの移動が許可されました。いいペースで返済できてるじゃない。これってなかなかできることじゃないよ。ルドが褒められてるよ。うんうん、さすがユリウスさんの弟。ユリウスさんを探してる人がいるんだよね。誰なんだろう。はい、レイアドランドです。今ちょっと手が離せません。ご用の方はメッセージをお願いします。ジュード、今の彼女？違うよ、僕の幼馴染。なんか連絡つかなくて。あ、大丈夫？うん、多分仕事忙しいといつもこうだから。また無茶してないといいけど。ルドガーも小さい頃はここの公園で遊んだりした？そっか、お兄さんと。僕は一人っ子だからちょっと羨ましいよ。
はい。先生、マキです。今研究所に例の人たちが来てて、貴重な精霊の化石があるから、それと引き換えに先生の装置を売れって。他には何て？特別に手に入れた大精霊の化石だって言ってます。バラン所長は講演会の集まりがあって戻れないって。私たちじゃどうしたらいいか。マキさん、落ち着いて。今ヘリオボーグですよね。はい。すぐ向かいます。今は先方が何を言っても乗らないで、他のみんなにもそう伝えてください。大きい声。ごめん、今の聞こえたよね。ちょっと行かなきゃならないんだ。ヘリオボーグで一緒にオリジンの研究をしてる人なんだけど、興奮してるみたいで。うん、僕の仕事だから。エルも行く。ありがとう。それじゃあヘリオボーグへ急ごう。
しい。もう終わっちゃった。お互い悪い話ではないでしょう。マーティス先生のご意見を伺うまでもないと思いますが。ですからそういうお話は全てお断りしていると何度も。あなた方の事情も耳に入ってきてるんですよ。これからも研究を続けていくなら必要なことではないですか。行こう、助けないと。柔道マティスです。お待たせして申し訳ありません。ご用件は僕が伺います。これはマティス先生、いいところに。あなたの装置についてちょうどご相談させていただいてたのですよ。だからあれはまだ臨床試験が済んでいないんです。商品契約なんてお受けできません。微精霊クラスのオリジンの試液に関してすでに成功率は80% 近いとのことですね。実用化には十分でしょう。私どもと独占契約を結んでいただければ必ず高い利益をお約束しますよ。十分かどうかを判断するのは僕たちです。まだ 20% も失敗します。そうですか。随分と余裕がおありだ。オリジンの予算もだいぶかさんでいるようですが、出社の方々は納得されているんでしょうか。もちろん大切な契約交渉に手ぶらでは来ません。大精霊の化石です。